はい、皆さんこんにちは。 Trains Awesome チャンネルの鉄道トムと申します。今回この動画は2020年3月14日の西武池袋線のダイヤ改正にとって話したいと思います。西武池袋線は僕にとってすごく好きな路線です。小学校は東久留米駅のすぐ隣にいましたから、5歳から13歳まで毎日毎日池袋線を乗って学校まで通いました。じゃあ今年のダイヤ改正で一番大きな違いは一体何でしょうか？そうです。1万系ニューレッドアローが今年西武池袋線からなくなります。西武1万系は1993年に登場した7両編成の池袋線、秩父線、また新宿線の特急列車です。93年から新宿線の特急高井戸号、旧型車両5000系の代わりに運行を始めました。94年からも池袋線の秩父号、武蔵号として走っています。もちろんニューレッドアローの名前は車体の赤い帯を参照していますけど、さっきのニューレッドアロークラシックの他にも緑色の星のある町、秩父長瀞号の車両も走っていました。実はですね、毎日毎日ずっと池袋線乗ってきましたんですけれども、池袋線の特急列車は1回も乗ったことありませんです。残念ですよね。土曜日から1万系が廃止されますけれども、新宿線の小江戸号は乗ったことありますけど、池袋線の秩父号、武蔵号は乗ったことありません。これからも大好きな西武池袋線を乗って楽しみですね。ニューレッドアロー号はもう乗るチャンスがないんですけど、これからも西武の新型特急を乗ってみて楽しみです。その新型特急車両といえば、そうですよね、2019年登場した001系ラビューです。3月14日のダイヤ改正からは西武池袋線すべての特急列車が1万系からこの001系に変わります。池袋線でダイヤ改正の時、他にも何が変わりますか？特急日の池袋始発秩父鉄道線直通三峰口長太郎行きがなくなります。あとも西武有楽町線直通の快速急行 F ライナーが新桜台駅を通過します。有楽町線直通の豊洲始発下りエストレイン所沢行きから小手差し行きになります。他にも練馬駅、西所沢駅に新しく停車いたします。最後に新宿線に快速急行が戻ります。池袋線のニューレッドアローありがとうございます。これで動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。